これから脱落者の復活について発表します。LINE を使ったのは話したいことがあって。え、そんなことある？正直な話、今回自分の中では、俺も好きのつもりではいるんだけど、奈々ちゃんのことは。まあでもそれでどうするかはまあ分からんよね。え、それであなたが喜ぶなら。これはニノンに言っておきたいなと思って。え、ありがとう。